今日は水曜日ということで生放送やります。いつものように8時半からの第1部、10時15分からの第2部という2部構成でやりますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。さて、昨日取り上げたテレ朝五輪担当社員の宴会問題、五輪も終わって羽目を外しすぎてしまったのか、ど深夜まで宴会を行っていました。このご時世、しかも自粛を呼びかけている側のテレビ朝日の社員がこういうことをやってるってのはいけませんよね。事件が発生したのは午前4時頃です。その時間だったらもう朝早いおじいさんとかおばあさんが起き出す頃なんじゃないでしょうか。一人が先に退店しようとした際、1階出入り口が閉まっていたため、2階の窓から店の看板を伝って降りようとして転落したということです。1階の出入り口が閉まっていたということは、スタッフ誰もいなかったんでしょうか。まあでも飲食していたとしたらいますよね。2階から飛び降りちゃえって普段は考えないでしょうから、相当酔っていたのか、もしくはこの飲み会が嫌でこっそり逃げ出したい心境だったのか、五輪担当だから影響を受けて20代深夜の大冒険をやってしまったのか。というか4時で先に帰るって他の人たち何時までやるつもりだったんでしょうね。いずれにしても闇の深い話ですよ。この宴会に使われたのは渋谷にあるパセラというカラオケ店です。公式サイトで弁明してるんですけど、鍵の施錠については各階から外階段および1階講堂への避難路の安全確保に問題はございませんでした。なぜ途中から飛び降りられたのかは関係部署が現在調査中でございますとしています。気になる協力金についてなんですが、制度に基づき適切に対応いたしておりますということで、協力金の申請はしていないということです。でもちょっと疑問が残るんですよね。今このパセラのサイトを見ますとですね、渋谷店は昼12時から翌日の朝5時まで営業しているということになっています。ただ昨日までは閉店時間の表記が8時までだったぞっていう情報もあるんですよね。スクショ付きで出してる人がいますよ。現在の表記のように5時までやっているとしたら、それ入り口が閉まってるってちょっとおかしな話ですよね。まあ飲みすぎてて勘違いしたっていう可能性もありますけど、これもし今日変えていたとしたら、やっぱり協力金もらうつもりだったんじゃないかなという疑念も生まれます。ですからパセラはこの辺りの営業時間についてもっと突っ込んで書いてくれないとダメですよね。テレ朝はまずやばいし、パセラは謎だし、さすがにまずいと思ったのか、昨日の報道ステーション、今日のモーニングショー等の番組でもこの件が出ていますね。ただホーステの方はテレ朝のコメントを読んで、富川徳永キャスターは何も言及せず、唯一何か言及したのは共同通信のコメンテーターの人ですからね。完全に視聴者舐めてますよね。これ菅総理の演説がどうこうとかって言えなくなりますよ。気持ちが入っていないとかさ。ホーステに比べるとまだモーニングショーがマシに見えるレベルです。テレビ朝日スポーツ局の五輪担当社員ら10人が8日夜から9日未明にかけ、飲酒を伴う五輪の打ち上げ宴会を行った上、うち1人が転落して救急搬送されたことを受け、同局の情報番組羽鳥慎一モーニングショーの玉川徹コメンテーターは11日、テレビ朝日の社員として視聴者の皆様の信頼を損ねたことに謝罪を申し上げます、申し訳ございませんでしたと謝罪した。その上で玉川氏は、なぜこういうことが起きてしまったのか、調査委員会などを作って全て明らかにする必要があると私は思うと提言。社員個人の資質の問題なのか、指導が足りなかったのか、それともテレビ朝日の構造的な問題なのか、全て明らかにして視聴者の皆様に全てお伝えする、そこからしか信頼は回復できないと思うと断じた。調査委員会を作ってしっかり調査するというのはいい案ですよね。ただそれをぜひですね、言いっぱなしじゃなくてテレビ朝日社員として実行に移していただきたいなと思います。なんならテレビ朝日に限らず他のテレビ局も自主的に調査した方がいいんじゃないでしょうか。今回骨折したからバレたようなもので、他にも事例があるんじゃないかなと疑ってしまいますよ。テレビ局こそ気が緩んでいるんじゃないでしょうか。番組によっても違うとは思うんですけれども、やっぱりこう政権には厳しく自社には甘いっていうのは出てしまいますよね。というところで続きは生放送でやりますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。